いらっしゃいませー。あ、ちょっとご無沙汰ですね。俺たちの旅ですよ。ノーリアクションですね。なんで名前か変わったんですか。なんでって言われてもね、ええ、1時間コースがいいか30分コースがいいか10分ぐらいでお願いします。いらっしゃいませー。あ、ちょっとご無沙汰ですね。お恥ずかしい。なんかちょっとダンディーだな。ダンディーなんだよ。あ、ダンディーか。昔からダンディーなんだよ。どうぞどうぞお座りになってください。どうもお招きいただきありがとうございました。とんでもございません。もうようこそ浅草までいらしていただいて、もう外国の人だらけ駆け分けてきたんじゃないですか。そうなんだよ。外国もね、なんだかなんだかな、外国人多いね。なんてかね、外国人って言ったら髪の毛黄色かったりね、するんだけど、今はね、僕らと変わらないもんね。変わらないですか。そういう人がいっぱいあるんですよ。いっぱいわさわさいましたか。僕もこの近くで生まれたんだよ。だから子供の頃はこの浅草よく来てた。あ、そうですか。結構詳しいんだよ。あ、そうですか。ただもうずっと最近は来てないから。あ、じゃあ今日ちょっと久しぶりで歩きたいね。歩きたい、すごいね。でもね、僕の知ってる浅草じゃないから。あ、もうちょっと何ですか、もう知ってる浅草というのはどういう。そうだな、映画が盛んでね。あ、なるほど。ものすごい映画が盛んで、それで花屋敷もあって、六六首とか、はいはい、見せ物小屋もあって、まあすごく庶民的だったよ。あ、本当ですか。初めて映画を見たのも浅草だ。あ、ちょっとじっくり忘れもしない語りたいと思いますが、その前にですね、はい、ゲストに合わせたオリジナルカクテルを僕は振る舞わさせていただいてるんですけど、毎回。いやー、それでいきます。もうそれで今日は秋野さんのイメージで、ああもう見る人見るとインチキなのが分かっちゃうんですけど。もう今ね、秋野さんの目がもうね、なんだこいつっていう今顔されてました。どうですか。どうですかじゃないですよ。いや、いいけど。ちょっと待ってください。じゃあノンアルに、アルコール飲まれないと言うんで、ちょっとノンアルで作らさせていただいて。この色はなんだよ。その名も俺たちの旅。なんだと。ちょっと夕焼けなんですよ、イメージ。あー、僕のイメージはこれがね、夕焼けなんですよ。何色なのこれは。ちょっと そりゃそうだ、夕焼けをイメージして作らさせていただいて、うん、ね、はい、ちょっと甘酸っぱい普通のジュースに なってますんで、それはぜひどうぞお飲みになってくださいませ。いただきます。ありがとう。甘いの大丈夫ですか。もちろん。わざとらしい味だな。わざとらしい味ですか。いやいや、すごい、もしかしたら
確な表現かもしれないですわざとらしい味、わざとらしい、初めてでしょそういう感想まあまあ、ありがとうございます。ありがとう、努力は買うよ。ありがとうございます。本当に本当に久しぶりに飲み干さなかった方ですすいません、わざとらしくてありがとうございます。そうなの、はい、もう今日ちょっと楽しみですね。ゆっくりじゃああちらでお話しましょう。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。わざとらしいですいろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことだフロンティア363-133。ちょっと、はいはい、僕だけハイボールで、あ、どうぞどうぞ乾杯です。今日はありがとうございます。ありがとうございます。これ無水なもんで、いや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 、あ、自家製らしいですね、コーヒー。いや、種は作ってないよ。あ、種自家製というか、自分で入れてきた自分で入れ種から作ってる人には会ってみたいですけど、僕もコーヒー大好きで、いろんな産地のコーヒーを豆を買って自分のオリジナルブレンドを作るのが好きなんですよ。すごいな君は大好きなんですよ、コーヒー。何でもやるねん君何をそんなにやって。凝り性なんですよね。はぁ、なんか一個ハマると。あ、そう、はい、ハマるものがいっぱいあるんだ。ハマりました。コーヒーは今ハマってますね。いや、あなたがこんなことやってるって知らなかったよ。こんなこと、そうですか。すごいね。ありがとうございます。なんかいろんな人とお話がしたくて、それが番組になったらなおいいなと思って。なるほどね。はい。尊敬するよ。いや、もうそんな。いや、僕なんかはたった一つのことを生活でこうやってきただけだからさ。いやいや、それがすごいですよ。そういういろんなことをやる人ね、羨ましいわ。そうですか。うん、僕はもう何と言ってもやっぱり先ほど言いましたけど、俺たちの旅ですよノーリアクションですねあれね、1975年じゃないですか。ああそう、75年。僕は小学校4年生なんですよ。ああそう、でいとこが中学3年のお兄ちゃんがいたんですよ、いとこで、うん、その人がハマってたんですよ番組。ああ、それで僕は見るようになって、ついでにね、見るよね。そうなんですよ、うん、そしたらハマっちゃってですね、小学校4年生が、うん、そうなんですよ。ちょうどまあ、野球も好きなんですけど、長嶋巨人最下位の年なんですよ。知るかよ1975年って最下位の年だったんですよ。巨人嫌いだもん。僕、あ、すいませんいや、ごめんごめん僕の拠り所は俺たちの旅しかなかった。あ、そうなの。そうなんですよ。だから昨日久しぶりに見直しました。なんか CS かなんかでやってたのを全部撮ったんですけど、1話目を見て、もう最初のイントロでほら、コーラスがはーはーってあるじゃないですか。まずそこで泣きそうになっちゃったんですよ、はーで。でバーンといよいよキャストが出てきて、バーンとまず中村雅俊さんですよ。で、ゴンロクじゃなくて何でしたっけ僕の役。そうです、新六。新六、新六がバーンと出てきて、名前違うんですね、木村さんの名前。あの時は 本名なんですか、あれは。津坂さんというのは津坂本名だけど、漢字使ってないだろう、あの時使ってたか。マッサー、もしかしたら金鎌のひらがなですね。あ、じゃあ違うわな。正明は正すっていう字に文章の章だ。ああ、うん、本名、それが本名だけどね。ですよね。僕だから、うん、昨日夜中に見て一話目見て。あ、そうなの。はい、そうなんですよ。一応ちゃんと見なきゃと思って、俺たちの旅の話をしたかったんで。だからもしかしたら僕が秋野さんだと思ってた人は、
俺の弟だよ。顔のそっくりな別の俳優じゃないかと思って。そう、別のもう。パニックっちゃったんですよ、夜中に昨日。今俺違う人だから。あ、もう置いてきてるから過去に。うん、今ちょっとあの天本秀世さんっぽいですよね。あ、そうかい。あ、そうなの。なんか雰囲気が。でも昨日パニックっちゃうぐらい。名前が違うってことを知らなかったんですよ。ああ、そうか。で今ネットで調べるんで、まあ、うん、あのそれで、ね、納得したんですけれども。申し訳ないね。いやいやいや、そんなことないです。あれはなんで名前か変わったんですか。なんでって言われてもね、ええ、1時間コースがいいか30分コースがいいか。10分ぐらいでお願いします。10分ぐらいあの1時間コースじゃ名前だけで終わっちゃうんで。終わっちゃう、ね、10分でも1週間で終わっちゃうかもしれない。どっから話したらいいか分かんないぐらいね、うん、それなりにな、ええ、話はあるんだけど。あ、そうですか、うん、まあ振り返ってみりゃ平凡だけど、やっぱりなんかの運命だったんだろう。 おそらくそうとしか思えないよ。名前が変わったっていう。いや別に、なんで俺も今思うと変えたんだかね。あれなんか役名、いやいやそうじゃないんだけど。あ、じゃなかったですか、秋野さんっていうお名前。あの時は熊沢新六っていう役名だからね。おお、うん、まあまあいろいろあったんだわ。うん、で進める人もいたし、特にね、親父が明治生まれの人でね、真面目な人だったんだけど、ね、はい、割と何担ぎ屋さん、担ぎ屋さん、担ぐんだよ、いろんなこといろんなこと担いじゃうんですか。かわいそうな人だったね。だけどさ、俺ね、死んでもおかしくないような交通事故2回やってんだよ。おで、親父がなんかどっかの駅舎にね、はい、3回目は死にますよって言われたんだよ。お青くなって飛んできてさ、ええ、お前って言ってさ、うん、3回目には死ぬそうだよって言って、はい、バカ言ってんじゃねえよと思ったけどさ、ええ、まあ、いろんなことあってさ、ちょっと名前が悪いんじゃないかって話になったんですか、うん、俺はそういうこと全然気にしないからさ、ええ、でも親父がそうやってそういうことに凝り固まるのも親父の過去を知ってるから俺は分かるんだよね。あ、いろいろ苦労してきてるから、あの時代の人は、はい、特に俺のおふくろがそういう人だったらしいんだよ。うーん、おふくろは35で死んでるんだ。まあそうですか。僕が5歳になったばかりで、戦争中に、はい、この浅草のすぐ近くの下屋っていうところに住んでたんだよ、はい、そこで俺が生まれて1年後にこの一帯が火事になるんだよ、うん、火事じゃない、あの空襲でな、はいはい、3月11日の大空襲っていうのがあって、はい、西の方からでーっと燃えてきて全部燃えて、うん、うちの親父と袋が住んでたアパートの手前で泊まったんだよ。あ、ラッキーじゃないですか。怖いって言って、それで疎開を考えたんだよ。うーん、1歳だ俺、はいはい、ところが行くとこがないんだよ、はい、でおふくろは九州大分木次っていうところの出身の人、はい、そこしか行くとこがないんだよ、ええ、ところがこの時俺のおふくろは、親父はそういう人じゃなかったんだけど、おふくろは担ぎ屋さんでさ、うん、いろんなこと気にする人だったの、うんうん、方位方角とか、はいはい、生命判断とか。あ、生命判断、うん、でその時に見てもらった駅舎がこの方角に引っ越すなって言ったんだよ、はいはいはい、引っ越したらかみさんね、首が落ちるって言われたんだよ。そんなすごいこと言う駅舎さんですね。ところがね、行くとこないんだからさ、でいたら死んじゃうんだから、はい、上からボコボコ、まあそうですよね、爆弾をしてくる時代だから、はい、でやむなく俺を抱えてかみさん、あのお母さんは九州に疎開したんだよ、はい、発病したのは3年後だ、で5年後には死んじゃうんだよ、肺で、はい、親父は後悔したんだろうな、うん、お袋のその僕のお袋の言うことを聞いたけよかったと思って、うん、それからすっかりそっちの方に凝っちゃってさ、で名前も、それで、まあ、自分も名前変えて、はい、でうちの中で
今年はこの方角悪いからここに釘打つなとか言い始めてさ、そっちの方角悪いから穴ほじくるなとか言い始めてさ、大変だったんだよ、まあ、まあまあそういう話があっていろいろ積み重ねがあって、それで名前も変えられたんですか、その流れで。親父の言うこと聞いてっていうか、かわいそうだからさ、俺結局父子家庭で親父に育てられたんだよ、その後終戦直後の難しい時代をさ、いろいろ恩があるんだ親父には、役者になれたのも親父のおかげだしな、だからかわいそうだなと思ってさ、あいいよって言って、それで変えたことがある。秋の対策に、それで親父がなんかね、頼みに行ったらしいんだよ、その生命判断の人に、その人がね、わかりましたってね、本業は作曲家らしいんだけどね軽井沢の別荘に閉じこもって考えたらしいんだよ俺の名前をな、曲も作らず、曲も作らずね。それで散歩してたらね、野原がね、綺麗な色づいてたんです、青い空でさ、で作物が実ってたんだ、そこから発想したらしいんだよ。おー、秋の秋の野原に作物が太く実ってる。おー、だから大きいじゃないんだよ、点つけて。そうですよね、そうですよね、作物が太く実ってる、要するにハーベストが、実りの秋だな、要するに人生の成就を目指しなさいっていう、そういう名前なんだ。あー、素敵な由来ですね。わかる？わかります。最終的にはね、その名前を変えて、次の作品で同じ名前の役名にしたんですか。いやいや、どうせだからって言って、なんかその、プロデューサーなんかが名前を変えたいって言ったらいいですよって、じゃあ役名もそうしちゃいましょうっていう話で、ただ気楽軽い話でね、まあいいですよって使っただけだけどね、まあそういうことがあって、まあじゃあそういう、僕もまあ人生のちょっと半ばやさ30代になってたから、結婚もして子供もできて、やり直そうかなって気分もあったからね、まあ、いいだろうと思って、また一生懸命やり直そうと思って、そうだ、ジョージの人生を僕は目指すんだと思ってさ、で変えたんだよ、だからあなたも変えたんだろ。僕は一文字に、ジョーってね、はい、一文字になりました。どういう一冊で変えたか知らないけど、結局ね、変えてもしょうがないんだよ、すいません、もう10分以上喋ってて元もこうもないです変えてもしょうがないんだよ、ね、なぜかわかるかよ。わかりません、わかりません、中身が変わらなきゃしょうがないんだよ。あ、それはそうです、名前だけ変えてもな、なんか中身がないみたいじゃないですか。そうじゃなくて、中身も変わらなきゃ意味ないんだよ。そうですよ、そうです、名前だけ変えたって、どうですか秋野さんに変わってだ、結局変えたよ、変わったよね、生き方とか、やっぱり中身もそのように目指したから、そのあたりからどんどん変わっていった。でもその生命、名前つけた方がもし夏に豊作見たら夏のになってたってこと。夏は豊作じゃないじゃないか何を言ってんだよ。中身変わってないです。わけのわからんこと言うな。いや、わかんないでしょ。スイカとかスイカ畑。ああ、まあまあね、そのことはあったかもしれないけど。まあでもその人もそうバカじゃないからさ。まあまあでも僕もその話聞いてね、まあ一生懸命考えてくれたんだなと思ってさ。だんだんその生命判断がどうかってことは気にしてないよ。全く気にしてないんだけどね。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくお願いします。よろしくね。お願いします。タイトルバックだけでものすごい10日間ぐらいかけて撮った。そんなにかけたんですか、タイトルバックで。キャスティングが全部決まったのが殺入の3日前かな。あ、2人までは決まったんだよ。はい、最後は決まらなかったんだよ。田中さん。俺だよ。
いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133。